こんにちは、幸太郎です。今日の福岡は一日中ずっと雨だったんですね。で、今日はどこもお出かけしていません。まあ、コンビニに、ちょっとご飯買いに行ったぐらいなんですけど、まあ、そんなわけで今日はネタとしてですね、最近 Vlog はこのポケットシネマカメラのオリジナル初代の方でずっと撮影してるんですけど、やっとなんとなく Vlog らしいことにできてきたかなと思うので、その記録を残したいと思います。で、今回は大きく3つ、紹介していくんですけど、まず機材編。どういう機材を使っているのか。で、2つ目が撮影。撮影にどういうことをちょっと、考えているのか。3つ目、編集編ですね。僕はダヴィンチリゾルブっていうソフトを使ってるんですけど、まあ、それのこととか、この3つをちょっと紹介していきます。では早速なんですけど、こちら。今回持っていったのは2つのレンズです。このラオアの 7.5mm のレンズ。そしてパナソニックの 12mm、32mm のレンズ。今回は持っていかなかったですけど、これはオリンパスの 40mm、150mm のレンズが、まあ、あります。これは今回持ってきませんでした。ブラックマジックポケットシネマカメラ、まあ、このカメラの、特徴として、このレンズのマウントの規格はマイクロフォーサーズなんですけど、中のセンサーはスーパー 16mm っていうセンサーを積んでいます。で、これはクロップ率で普通のマイクロフォーサーズと違うんですけど、例えば 10mm のレンズがあったとして、マイクロフォーサーズは2倍になるので 20mm 価格になるんですけど、スーパー 16mm は2.88倍になるんですね。まあ、10mm のレンズがあったとしたら 28mm ぐらいになってくるんですよ。結構クロップされちゃいます。というわけで、まあ、広角で撮ることはやっぱり便利なので、この7.5ミリの、まあ、F 値で言うと2.0なんですけど、そのレンズを多用しました。で、こっちの12ミリ、32ミリですね。これも使い分けて撮影しています。で、マイクなんですけども、どうしようかな。一応、レンズで、これ二つともなんですけども、工夫していることといえば、可変 ND フィルターをつけています。これですね。で、こちらの 12mm、32mm も内側に可変 ND フィルターを取り付けています。このポケットシネマカメラは、まあ、基本的にはシャッタースピード固定にするので、で、ISO 感度もちょっとメニューが深いので、もう簡単に変更がしづらいんですね。そうなると調整するのはこの明るさの部分です。そういうわけでもこの ND フィルターっていうのは必須になってくるので、2つとももう常備しています。で、次、マイク。マイクはもう昔からいっぱい使っているんですけど、DJI の、フレキシブルマイクってものを使ってます。これ本当はまっすぐ伸びてるんですけど、あんまりこれまっすぐ伸ばしてても、使いづらいので、こう折り曲げた形、くの字にして、マスキングテープで巻いてます。で、これの指向性っていうのがこのマイクの上側らしいんですね。なので自分の声を取るときは、まあ、ちょっと後ろに向けて。で、風景撮りたいときはちょっと前に向けてやってます。まあこれはあんまり厳密にはやってないですけど、基本的には後ろにあることが多いです。で、次。SD カードです。このカメラは SD カードがですね、ちょっと気をつけなきゃいけなくて、
まあ、プロレゾの録音、録画するときは、あまり、まあ、SD カード選ばないみたいなんですけど、ロー撮影をしたいときには、これ、ピンときますかね。この、サンディスクの、このタイプの SD カードが必要です。このタイプって何かっていうと、例えば、これ違う SD カードですけど、これ、例えばこっちだと V60 って書いてあるんですね。見えるかな？これもっと近づけられますかね。V60。この V って書いてあるのが、もう、新しい企画らしくて、ポケットシネマカメラには、初代には使えないんですね。なので、V って書いてなくて、しかも、スピードが300MB ですかね。パーセカンドっていう、このタイプを買わないといけないです。で、この SD カードが結構なお値段するので、大きいものを買うことが難しくて、僕は 64mm を2枚用意しました。まあ、もっと本当は枚数欲しいんですけど、1日使う分にはこの2枚で大丈夫かなと思います。で、ロー現像、ロー撮影した場合は、この64メガで18分。なんで、2つで撮れば36分ですか。撮れるので、まあ、1日分の撮影としては十分かなと思って、これで撮影しています。プロレスだった場合は、この V いくつというのでも撮影できてるんですけど、せっかく、ポケットシネマカメラのオリジナルは12ビット撮影のローが撮れるので、そうしようと思うと、まあ、SD カードを選びますっていう内容です。で、次にバッテリー。バッテリーは今1個入ってるので、3つ、全部で4つ持ってます。まあ、1日この4本あれば、僕の撮影ぐらいだったら、この SD カードを、2枚分であったら、まあ、なんとか持つかなっていう感じがします。SD カードフルフル、2枚とも使う場合は、多分5本ぐらいないと厳しいかもしれないんですけど、まあ、なんとか4本で、例えば、カシーカエン撮った動画も大丈夫でした。というわけで、まあ、4本ぐらいはあった方が安心かなと思います。まあ、バッテリー持ちは、なかなか厳しいです。で、今のが機材編。次に2つ目、撮影の話です。で、撮影は、映像のバリエーションを今回増やしたいなと思って、2つ、ちょっと、普段は使わないものも取り入れました。まあ、タイムラプスですね。まあ、博多駅に戻って、コーヒー飲んでるところで、外の映像が綺麗だったので、まあ、ちょうど暗くなるところだったんですね。夕方の暗くなる綺麗なタイミングだったので、タイムラプスをしてました。で、もう一つが長回し。カシーカエンの、空の散歩みたいなのができるんですよね。エンジン付きの車が、まあ、なんて言うんでしょう、ゴーカートみたいなのがですね、園内の上側をですね、こう走れるんですけど、そこは5分ぐらいずっと回したんですけど、カットしようかなと思ったんですけど、全部載せました。多分テレビ番組とか何か映画とかだと、あんなに何も起きない映像を5分とか流さないと思うんですけど、Vlog ってその記録であることとか、そういう、ちょっと普通だとカットしてしまうような部分とか、そういうのも、自分の判断で残せるところが面白いなと思っていて、今回は特にそのカシーカエンの閉園がもうすぐで閉園ということなので、記録としても自分の
まあ、日記としても記録、価値があるかなと思って長回しにしました。で、撮影は、あともう一個、最近、ちょっと対応したいなと思っているのが、まあ、いわゆる置き撮りをしているような撮影ですね。疑似置き撮りなんですけど、今までは、この、例えば、道とかにカメラを三脚とかで置いて、その前を歩くっていうところで、移動している感を出してたんですけど、まあ、場所によってはですね、三脚とか立てるところも、道に立てるっていうのができない状態があったりするんですね。で、そういう時に、うちの奥様に、海さんにカメラ持ってもらって、ちょっと、ずっと固定しててね。で、持ってもらいながら、その前に僕が歩くってことで、置き撮り撮影のような、映像にしました。で、これ、一個注意が必要なんですけど、三脚に置いたような映像を作るためには、まあ、映像自体はピタッと固定していないといけないんですね。で、これってですね、ダヴィンチリゾルブの、スタビライゼーションのカメラロックっていうチェックボックスをオンにすることで表現できるんですけど、超広角で撮るとそれが成功しやすいっていうのと、もう一つ、この、撮影と、なんて言うんでしょう、あんまり近場に、例えば壁があってですね、近場に壁があって映ったりとかしないようにするっていうのが大事だったりします。もうある程度離れて風景だけでその前歩くっていうのだと結構成功するんですけど、横に壁があって、カメラロックをチェックにしてサビライゼーションをかけると、まあ実際はこう持ってブレてるので、壁がですね、ぐにゃんぐにゃんしちゃうんですよ。ただ風景はピタッと止まってるので、なんか変な映像になっちゃうんですね。それなので壁とかも全くないところを基本的には選んで、ちょっと持ってもらうようにしました。うん、結構今回はその試みは成功してたんじゃないかなと思います。で、次、編集なんですけど、ダヴィンチリゾルブの音声のところですね。音声はオーディオレベルをノーマライズっていう機能があって、これを、僕はマイナス6デシベルにしてみました。これ何が正解なのかちょっと分かってなくてやってるんですけど、マイナス6デシベルぐらいにすると、まあ、低い音量も持ち上げてくれて、高い音で取りすぎちゃったものは下げてくれてっていうところで、まあ、結構いい感じな気がしています。これなんかはちょっと自分の情報不足なので、もしこっちの方がいいよみたいななりましたら教えていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。このオーディオレベルノーマライズってことをすると、喋ってる音量をですね、どれぐらいかなとかこう選ばなくていいんですよね。もう機能でもお任せできちゃうので、編集効率が爆上がりします。これはめちゃくちゃ便利でした。で、今回はプラグインとしては2つ使いました。1つが、ボーカルライダー。これはもう、音声の、まあ、音のですか、音の声の部分だけをもう持ち上げたり下げたりとかしてくれるプラグインです。で、もう一つが ND2。ノイズキャンセリングのプラグインなんですけど、だいたい 20% から 30%、ちょっと音が気になるのがあった場合は、それに調整したりとかしています。で、編集の最後、映像の部分は、スーパースケールを使いました。で、スーパースケールの2倍にしています。2倍よりもっと上のもあるんですけど、そうするともう編集の、なんでしょう、書き出しの時に時間がかかりすぎちゃって、僕の Mac だと、
非効率な感じに、非効率、時間、まあ、かかりすぎちゃうので、2倍にしています。っていうのも、このポケットシネマカメラは、4K が撮れないんですね。1080までなので、意外と、なんていうんでしょう。少し、こう、映像が斜めっていたら、それを水平保って、その分拡大したりとか、まあ、あえて拡大だけしたりとかですね。そういうことがある場合、かなり荒い映像になっちゃうんですね。なので、一応スーパースケールを使って、画質をアップスケーリングしています。というところ、機材、撮影、編集、この3つを紹介しました。はい。ここまでいかがだったでしょうか。なんか、自分の顔を、前からの撮影の後、こう、上からの天釣りの撮影してみてたんですけど、これ機材の場合はまあ、よしとして、撮影と編集の場合なんかは、この、画角の意味があまりなかったかなと思います。なので、もしこういうふうな説明の動画する場合は、今後は、この Mac の、映像とか、特に編集とかの場合は、プラグインとか、あとは設定とかも話してるんで、それを、映像も出して紹介できるといいかなと思いました。では、今日の Vlog はこれで終了させていただきます。来週は、月曜日休みだったかな、火曜日休みだったかな、なんですけども、それまでまた週末頑張ろうと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。ではでは。今日はポトフだそうです。さっきちょっとつまみ食いしたら怒られました。ちゃんと動画に撮ってくれということでございました。この、もう朝からしゃっくりが出てちょっと Vlog 辛いんですけど、撮ってるの。ソーセージがとても美味しいです。